こんにちは、みきめぐみです。今日のテーマは超簡単言語化トレーニング完全版です。言語化力をアップさせたいけれども忙しい、時間がない、何からしていいかわからないという方に、ゲーム感覚で1日5分程度からできちゃうトレーニングをご紹介していきます。この動画を最後までご覧いただくと、2024年はいつの間にか言語化が得意になっちゃってるかもしれません。今回は言語化が得意になる考え方とトレーニング、初級、中級、上級と3つご紹介してまいります。それでは早速行ってみましょう。まず今回の動画の大前提となる言語化が得意になる考え方なんですけれども、ここでクイズに挑戦していただきたいと思います。今から10秒間で世界の国の名前をできるだけたくさん挙げてください。それではスタート。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1、終了。さて、何個ぐらい口に出して国の名前を言うことができたでしょうか。こんな風に突然言われると、よく知っているはずの国であっても意外とパッと出てこないということはありますよね。では続いてもう一度クイズをやってみましょう。今度は世界地図を思い浮かべてください。目の前に地図が貼ってあるようなイメージ。さあ、その上でもう一度10秒間で世界の国の名前、できるだけたくさん言っていきましょう。用意スタート。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1、終了。まあ2回目ということを差し引いても、さっきより随分出しやすくなったのではないでしょうか。私たちは言葉を出すという時につい言葉のことばっかり考えてしまいます。今のクイズですと、国の名前、国の名前、国の名前ってこう言葉だけで考えたくなるんですね。でも実は世界地図というビジュアルでイメージした方が、あ、ここにアメリカがあって、カナダがあって、メキシコがあって、チリ、アルゼンチンとかって、こうどん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 映像的に言葉をつなげて出していくことができるんです。これはなぜかというと、私たち人間というのはもともと視覚にとても頼っている生き物なんですね。このことを利用しまして、視覚と言語をつなぐイメージでトレーニングをする。そうすると言語化力というのは格段にアップしていくんですね。見たものや記憶にあるものを言葉にしやすくなる。頭の中でこう言葉にならないイメージを視覚的、つまり具体的な言葉にしやすくなるということが期待できます。それではこの視覚と言葉をつなぐという考え方のもと、トレーニング3つ進めていきましょう。まずは1つ目、トレーニング初級編です。言語化って何やら難しいことを言葉にする力と思われがちなんですが、実は違うんですね。身の回りにあるありふれたことをどれだけサクッとスルッと言葉にして適切に組み合わせられるかということの方が大切なんです。なぜなら、私たちの日常って、たとえお仕事の話であっても、ほとんどの場合は身近で単純な物事の組み合わせで会話が進んでいるからなんですね。まずはそういった単純なことをさっと言葉にできるというのが大切です。ということで、言語化トレーニング初級編は、今身の回りにあるものを言葉にするです。ちょっと拍子抜けするぐらい簡単かもしれませんが、丁寧に進めていきましょう。今ご自分の周りに見えているものの名前をこう指さしながら、一つずつ口に出していってみてください。カバン、上着、色紙、絵、リングライト、鏡、スマホとかですね、私の場合ですと。これは言う、あれは言わないみたいに、物に対してジャッジを入れずに、ただ目についたものをスマホ、スマホスタンド、鏡スタンド、パソコンというふうにじゃんじゃん言葉にしていくということをやっていきます。30秒くらい一旦動画を止めてやってみてください。
はい、いかがでしょうか。意外とうって止まる瞬間があったりもするかもしれません。よくね、家族の食卓であれ取って、あれあれあれじゃわかんないよ、お醤油みたいなね、お醤油っていうありふれたものの名前が出てこないなんていうのはあったりします。特にコロナでね、お家にみんなこもってる時に人と全然話さなくなって言葉が出にくくなったなんていう体験をされた方も多いかもしれないですね。そうそう、言葉っていうのは言わなければどんどん言えなくなっていくものなんですよね。そこをこうほぐしてあげるようなウォーミングアップのイメージのトレーニングです。ではちょっとだけ難易度を上げますね。初級編の続きなんですが、今度は名前を言うものに条件をつけます。身の回りにあるもので、赤いものだけなんとかなんとかというふうに指さして名前を言ってください。そうですね、花、写真に写っている娘の服、赤、ちいかわのカレンダーたまたまありました。そんな風に何でも結構ですので、赤いものを探して、だるまとかね、熊手とか、こんな風に呼んでいきましょう。ではまた動画を止めて30秒ほどやってみてください。それではもうちょっとだけレベルアップさせますね。今物の名前を呼ぶ、赤いものを選んで物の名前を呼ぶと進めてきたんですけれども、今度は一言プラス物の名前を呼んでいきましょう。今度はどんなものでも結構ですので、目についたものをこう指さして、大きなリングライトとか、折りたたみ式の鏡とか、一言説明する言葉を加えて物の名前というふうに呼んでください。説明の内容は自分がパッと思いついたことで結構です。正解はありませんので気楽にやってくださいね。ではまた30秒ほど動画を止めてやってみましょう。はい、お疲れ様でした。今物の名前を3パターンでね、指差しながら呼んでいただいたんですけれども、目の前のものの名前を再認識して視覚と言葉をつなげるという作業ですよね。この再認識というのが大切です。私たち普段ね、何でもかんでも言葉として受け取ってるわけじゃないですよね、情報を。ですのでそこを改めて名前を呼んであげる、言葉として認識し直すことで、いざという時にその言葉がさっと出てくるようになるということを期待しています。でその後は赤いものに限って名前を呼んでいったんですけれども、目の前のものの名前に自分はこれを赤いと判断しているっていう、こう認識をね加えていったんですね。で最後に大きなリングライトのように、大きなと一言説明を加えていきました。これは目の前のものの名前に自分の思考や印象を加える、言葉を加えるという作業をしたんですね。やっていることとしては、物の名前を呼ぶという誰でもすぐにできるとっても簡単なことなんですが、身の回りにある簡単なものやことをスルッと言葉にしやすくなっていきます。続いてトレーニング中級編です。先ほどは身の回りに実際にあるものを言葉にしていったんですけれども、今度は形のないことを言葉にしていきましょう。ことって何かというと、動きとか出来事とかですね。そこでやっていただきたいこの中級編のトレーニングは実況中継です。今自分に起きていることを言葉にしていきます。これは私ラジオパーソナリティとしての修行中にね、訓練そして本番でももちろん散々やったんですね。ラジオって言葉だけでいろんな情景とか感情とか表していかないといけないメディアですので、言語化力は鍛えられました、本当に。で、今回は自分のためのトレーニングですので、まずゆっくり話すので結構です。あと面白くしなくて結構です。先ほど物の名前を言っていった時と同じように、ある意味淡々と普通のことを改めて言葉にするという意識でやってみましょう。では私は今何々をしていますという文章から始めてみましょうか。ちょっと私の今の状況でやってみますね。私の今の状況って YouTube を撮影しているっていうことなんですけども、私は今
YouTube の撮影をしていますからスタートして、自分に起きていることを言葉にしていきましょう。私は今スマホのカメラのレンズに向かって話をしています。レンズに向かって話すのはしばらくは慣れなくてやりづらかったんですが、今はまるでレンズの向こうにチャンネル登録者さんが、新しく見てくれる方がいるような気持ちで話すことができるようになりました。すごく楽しいです。まあこんな感じでしょうかね。実際にはもう少し長く30秒から数分ほどね、話し続けてみていただきたいんですけれども、自分の行動、周りにあるもの、自分の気持ちといったことを、まあ、順番は意識しなくても結構ですので、思いついた順番に言葉にしていくということをやってください。実況中継です。トレーニングですので何を言っても OK です。うまく喋ろうということは考えなくて構いません。まずは言葉にするということを淡々とやっていきます。で、慣れてあまり突っかえなくなってきたら、少しだけ内容に気を配ってほしいところがあります。それは今の話をするということですね。こうね、自分の今やってることの実況中継をしていると、過去とか未来に飛んじゃうことがあるんですよ。例えばさっきの私の実況中継でしたら、私は今 YouTube の撮影をしています。そういえば1週間前に撮影した時はなんか喉の調子が悪くて困っちゃったんです、なんていう風に今の撮影の話から連想した1週間前の撮影に話が飛んじゃうっていうことがありえるんですね。これね、最初はまああんまり気にしなくてもいいんですけれども、ちょっと慣れてきたらなるべく今の話をするようにしてください。なんでかっていうと、過去とかあと未来の話とかってなってくると、想像を言葉にするという作業ですよね。これはこれで言語化力ではあるんですが、想像だけではなくって、やっぱり今のことを言葉にする力というのをまずはつけていきたいんですね。最終的に言語化って何のためにやっているのかということを考えると、人に何かを伝えるためだと思うんです。人に何かを伝えるためには、未来や過去のことばかりでは話が進みません。今共有しているもの、現実に起きていることを言葉にする力は絶対に必要ですので、今回のこのトレーニングでは、まずは今を言葉にするということをちょっと意識していただくと、より効果が高まります。最後はいよいよトレーニング上級編でございます。ここまで物、そしてことを言葉にするというトレーニングをしてきました。上級編では物やことの関係性や時間の流れまで含めて言葉にしていくトレーニングをしましょう。トレーニング方法はナレーションです。自分を客観的に眺めて、ドキュメンタリーのナレーションをつけるような感覚で言葉にしていきます。先ほどの実況中継では、私は今 YouTube の撮影をしていますというふうに私を主語にして言葉にしましたが、今度は彼女は、彼はでいきましょう。彼女は今 YouTube の撮影をしていますというふうに三人称で客観的に言葉にしていきます。客観的に見た自分の行動、客観的に見た周りにあるもの、客観的な印象という感じですね。ちょっとやってみましょうか。私が今いる状況としては、さっきの実況中継と全く同じ撮影をしているっていうところなんですけれども、彼女はという主語で話してみます。彼女は今 YouTube の撮影をしています。真剣な表情でスタンドに立てたスマホのカメラのレンズを見つめています。まるでカメラのレンズの向こうに視聴者さんを見ているかのようです。こんな感じですね。言っている内容はさっきの実況中継とほとんど同じなんですけれども、ちょっとニュアンスが違いますよね。私はっていう風に話すのと、彼女はっていう風に話すので、ちょっと出てくる言葉が変わるはずなんですよ。彼女はというふうに話すことで少し視点が高くなるんですね。
自分と周りのもの、起きていることとの関係性とか時間の流れ、感情とか考えなどを少し俯瞰して見ることができますので、選ぶ言葉が変わってくるんですよ。これはつまり言語化できる範囲が広がる、言葉の選択肢が増えるということなんですね。言語化、何かを言葉にするときに自分の内面、考えや感情にこう深く潜って言葉を探すということももちろん必要なんですが、時にはこうやって自分から離れて高いところから見るということも必要なんです。両方いるんですね。自分自身として語る実況中継と第三者として語るナレーション、両方やってみることで多角的に物事を捉えて多角的に言葉にできるようになっていきます。これは言語化力アップにとても大切なことですので、ぜひこの上級編もちょっと難易度上がりますけれども挑戦してみてください。ということで今日のテーマは超簡単言語化トレーニング完全版でした。身の回りのものを言葉にする実況中継、ナレーション3つご紹介してきました。まあ上級編、ナレーションになるとちょっと難しいかもとは言ったんですけれども、とはいえそれぞれ、まあ、30秒程度でも十分ですし、数分くらいやっても OK です。隙間時間にぜひやってみてください。ご家族やご親戚にお子さんがいらっしゃるという方は、お子さんと一緒にやってみるというのもいいと思います。実況中継なんかはね、もしかしたらお子さんの方がこう余計なジャッジとかが入らないので、スルスルと言葉が出てくるかもしれません。子供は大人よりも言葉との関わり方が自由ですからね。子供の言葉から学べることっていっぱいあるなぁと、私も日々小学生の娘と接している時に思ったりします。とにかく言語化トレーニングっていうとちょっと堅苦しいイメージですけれども、言葉ってそもそも私たちを自由にしてくれるための、楽しくするためのツールのはずですので、練習もぜひ楽しみながら続けてくださいね。応援しています。一緒にやっていきましょう。さて今日はこの動画が2023年このチャンネルの最後の一本となります。1年間お付き合いいただきましてありがとうございました。おかげさまで今年はついにチャンネル登録者さんが5000人を超えることができた。やった、長かった、ありがとうございます。来年は1万人を目指して、2024年も今以上にあなたの世界がもっとのぼ2024年もあなたの世界が今以上に面白いものになるように、伝え方、いろんな切り口でご紹介していきたいと思っております。ぜひお付き合いください。周りの方にもチャンネルや動画をご紹介いただけたらとても嬉しいです。よろしくお願いします。では良いお年をお迎えください。また来年の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。